はい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 。で今ヒデさんが2段になってます。今ねイロハさん、はいはい、はい、ということで、まあ、なるべく近くにすぐいてくれるとありがたいです。参加中の方は。はい、ということで、いろはさんが DJ 使ってますね。配信はしてます。はい。お、うまい。はい、ということで、はい、さあ、さあ、まあそうですね、まあずっとこの勝ってる人に当たるのは大変だと思いますが、さて、加藤さんがダメ、でこれは投げる、さあとりあえずあれですか、3段から上で隔離しちゃうって感じですか。はい、そうですね。はい、失礼します。さあ、勝って、言っている。これはあっと飛んでしまう。大丈夫？大丈夫？ガードから。さあ飛びが刺さるがくぐってコパン。さあ飛び。これは危ない。画面端はきついぞ。一旦下がる。ダメージを取っているので。下がって、これは対空しにくい、死んでしまう。さあ、とりあえず3段になったらなんか一旦あれってことなんで、これでヒデ君が2段プラス2で、ということですね。さあ、これジマさん、これサードのダトリー使ってる強い方ですよね。ジマさんはこれ僕動画勢なんで知ってますよ。はい、さあ、あーうまい。さあ、とにかくこのソニックに相打ち銀を取られるのが結構きついパターンということですね。押し返していくしかない。さあ、ゲージがないので攻めてはいけるんですが、チュンリーの防御力が高い。確かにこのソバットがね、チュンリー戦結構強いですね。さあ、うまい。ソニックの回転率が肝になる感じ。うまい。待っていてめくり当たらない。
投げる。さあ追い込んでいる。さあうまい、悪くはない連携。飛びが刺さらない。使っていく、外す。ちょっと迷いましたね今ね。めくりがガードから投げ返す。ヒデさんじゃあ3段になったんで、じゃあ一旦どいてもらう。一旦じゃあちょっと人が多いんでどいてもらって、じゃあちょっとリセットするか。はい、ということで、じゃあ山本さんここ、はい、山本さんここ、はい、ワンピーツーピーはまあそうだな、決めてもらって、はい、ということで、はい、はい、そうですね。なんで丸だけつけてれば OK です。さあ、とりあえずはい、はい、さあ、イロハさんが、イロハさんがなんかよくわからないんですが、最近はイロハさんは DJ ということでやってますが、投げる。あの前ジャンプはなんかな、スパコンを打ってくる読みの前ジャンプかな。さあ飛んで波動拳ピオルンじゃないかと思いきや大丈夫、埋めてジャックで切られて刻んで、ヤスラー、これはガード、飛びが刺さる。福山さん飛んでいきますね結構。さあ、あ、これはマイナスつかないんじゃなくてマイナスにはなる、ゼロ以下にはならないってことでいいんですよね。はい、そうですね、はい、そうですね、はい。なので一応勝つには2連勝は必要ですね、商談するには。さあ福山さんが勝利、福山さんが丸勝利ですね、はい。そうですね、はい、じゃあ根本さんお願いします。そう、飛びが刺さって、飛びが刺さる。これは前ステップは通さない。さあ昇竜が当たらないのか。さあしかしなんだかんだ言ってダメージはいい感じに近い感じにはなっている。さあプレッシャーを与えて、これは刺さらない。大キックは勝つ、ライアシー。さあローリングが大キックに一方的に潰されたのがちょっと痛かった。カウンターの前ジャンプは悪くない。これは飛び一発で済む。さあライアシー、これは下がって拒否から中盤の隙間に割り込んでくる。下段は上げてはいけないのか。
さあ昇龍結構大昔の団員戦はこれ並んでてもらったような気がするんですけど、どうしましょうね。並んでてもらった方が分かりやすいのは分かりやすいですね。そうですね、はい。前はそこにパチスロ台があったんですけど、やってた頃はそうで、パチスロ台のところに並んでてもらったんですよね、前はね、はい。そうですね、そうですね、はい。じゃあそのイベントで列を作るのに慣れている福山さんにじゃあ列を作ってもらって、さあそうですね、はい、ここでなら、そこでお願いします。はい、山本さん先です、はい、山本さん先ですね。ガイストさんは、ガイストさんも、うん、はい。さあこれは裏切る難しいですね。ソニック、ソニックで押すのは悪くないですよ。さあ自慢さん、ムエタイを振っていたりするので知っている感がある。さあいいガードだ、ガードさえしていれば、ガードさえしている、あ、悪くはない狙いだった。さあこれはやっている、ジマさんやっている動きが見えるが、ネモさんがわからん殺しを仕掛けている。いいのかそれで。さあジマさんやってる感じは受ける、そう知識は全然ある。 A4 さんとやってるんですね、通りで知ってる。なんかブランカ戦の動きが良かった。さあシュウさんもう上がりそうですか、はい。さあいうことで、そうですね、そうですね、そう、はい。で加藤さんがこっち、はい。なんかいい感じの邪魔にならない並びポイントがあればいいんですけど、はい、そうですね、はい。シュウさんが3段に上がったんで、とりあえず一旦じゃあ、はい、一旦ちょっと3段で区切りで、また3段の人がどうじゃ、あと1人ぐらいできたら、2人だとちょっとできないんで、多分そうですね、そうですね、ちょっと待ってもらおうかなと思います。はい、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 ということで、そうですね、5段まではポイント0以下にはならないんで、はい、はい、ないんで、さあこれはきつい戦いにはなる。まあキャラ差がきついのは団員戦名物、削りをしていく、まあ当てる機会もないですから。さあ辛い、
噛むけど体力が足りない。さあ残りカスに当たって変な技が出る。投げ返して飛ぶ下がる。はい、ここでやられている。投げて対空投げ、中足が強い、小足で対空悪くはない。これは大パン、下段が刺さって、下段下段、ネモさんが頑張っている。いやエアスラがあるので、うわうまい、大キックで対空。で加藤さんが今勝ちましたね。はいはいはい、はい、ダメダメ、かぶせになっちゃうじゃん、だってそれダメよ。あーいや、まあやりたいんだったら最初から初段からになります。キャラごとなんで登録は、はい、いやキャラごとキャラ、いやもうなんか上がっちゃってやる人いないってなった時に他のキャラで遊ぶっていうのが主な目的です。はい、さあさあということで上から行って、さあこれはやられている。結構キャラ差があるとはいえ、さあ出ない、上から行く、さあ下段が刺さって、さあ団員戦は5年ぶりですね。5年ぶりです。はい、2013年に終わったんで、はいはい、5年ぶりなんでみんなもう忘れてるんで、ちょっとすいません。で僕が用意したのもダメだったんでちょっとまあはい、ごたごたがあったんですいません。さあ刺さる、さあ下段うまく空対空して、さあまあ、あーっとこれは痛い、ゼロドットはさすがに、ではこれは打ち、加藤さんが勝利ですね。はい、で福山さんがいいよ。で
で、なんかサブキャラはどうこうっていうのあったんですけど、この集計だともうめんどくさいんでやめましょう。はい、同じで。はい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 、さあ下段刺され、ゼロド。まあ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 、よくある。さあ上、これは勝利を出したい。下段が刺さる。さあ中キックは、近距離中キックは隙が1フレー、はい、非常に短いという技で安全重ねになる技ですね。1フレー、はい、なんで持続を重ねればほぼ安全重ねになりますね。はい、あっと福山当たる。スポコンがあるけど投げる、まあ、勇気の投げですね。さあ開幕エアスラは波動では勝てない。さあゲージを貯める、地味にゲージを貯める、いいですね。全部強エアスラで打ってますよ。危ない、今ソワットだったら死んでた。さあ波動拳、悪くない飛び、危ない、ゲージがある。さあいい波動で押し返す。ちょっと飛んで、後ろに飛んでめくりに来る、ガードから投げる、受け身は取っていて前に飛ぶ、危ない、投げる、受け身がなくて中ゴスではない、下段。ちょっと投げとか、投げか中ゴスがちょっとちらついたんですが、じゃあ山本さんがじゃあ入っていただく感じかな。はい、はい、すいません。で、はいはい、さあなるべくね、こう団位戦で皆さんに協力していただかないと進行が不可能になるっていうね、申し訳ないです。はい、並び順があるんで。さあこれは百列ゼロドッグだと結構厳しいね、やっぱり龍河は。まあ団位戦ってこういう感じなんで、うん、まあ、確かに基本的に強キャラが有利です。そうね、はい、まあ強キャラ、あーやばい、しゃがみはあかん、勝利、あーいいね、投げる、投げて、あーコパ勝利、まあ勝利を出したらコパ勝利になったんでしょうね、うん、投げた、まあ今のいいですね。あれね、チンリー側暴れるとしたら、まあしゃがみ壊しとかで、まあちょっとね、投げ行くのを防ぐっていうのはありかなっていう、まあちょっと消極的防御法みたいな感じですけど、まあ負けなきゃいいっていうことですよね。まあまあまあ確かに、はい、さあフェイジャン、ゲージがお互いいい感じ、まあゲージ貯めればいいんですかね、まあ、ここは ね、まあ、とりあえずね、あーしゃがみで中中中中中中、あー行って引っかかるんですね今ね、うん、あの距離だと引っかかる、もうちょいと遠いとね、これ分からなくなった、どっち、波動波動波動、前飛びが、あー刺さらない、チュンジー様ー、チューチュー、黄金ムーブ、あれね、背中の拘束があるからね、お、じゃあ三段開始かな、じゃあやります、じゃあちょっと一旦、じゃあガイストさんで、3段3人しかいないけど大事できるかな。すぐ終わっちゃうと思うよ。そうですね、はい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 、
はい、確かにこう見ると5年前と比べて台とかが増えてちょっとスペースが減ったんですね。まあ僕がバーサス行き始めた頃も確かにスロット台がそうスロット台あった感じだったんですけど、あそこにあそこにねみんな座って待ってるっていうのはねありかなと思ったんですけど、まあスペースはねしょうがないですよ、いろんなものを落ちたいと思うんで。あー中台、いやーひどいですね。さあ後ろに並んでいる中にラスボスの鈴鹿さんが並んでいる。この男はね6連勝してすぐ3段に上がる気満々ですね。9連勝しないと上がれないですね。さあ、あー危ない。やばい、あビヨッタ終わった。そしておしゃれにコパンレッカー進言。はい、ということで、さて後ろの方では DJ ブランカ、ネモブランカとイロハ DJ でやってますね。はい、ああうまい。さあまあ配信の方見ましょう、はい、ポイントは大丈夫そう、はい、あうまい空対空ジャンプ垂直ジャンプ大キック知っている。いやこれは間違えるが増えんだ。そうさあ、ジマさんがうまい、さすが。さあ裏切り投げて分かんなくなってきた。いや適当にレックはもうガードできない。いやーきつい。はいこっちでやるんでしょうけど、さあ、あー悪くない、アッパーも裏切らない、悪くない。サマーめくりに行く、これは抜ける、これは中足いい体育。サマー、さあどこでやるのかな。はい奥でやるということで、はいはい、じゃあはい鈴鹿さん、はい、じゃあ申し訳ないです、はいはい、ということでですね、まあなるべくこうそうですね感じで並んでいただけると、はい、さあ鈴鹿さんがダルシムなんですけど、これはピオル、あと欲張りに行った、余計に食らった。さあヨガフレームからヨガファイヤー打っていく、画面端端のヨガフレームはやることないですね。冷酷、これはあーうまい、うまいが中パンチ。さあ近寄らせない。さあフレイムは距離が合ってれば前飛びが刺さるんですが投げ、じゃあ続いて、はい小山さん、さあ今日はねカメラ配信してないんでね、さあ飛んだー、ムーさんがやってたやつ、めくりから投げて、さあ体力リードしたのは大きいですね。さあダルシム竜は竜が割と待てるというのがありますね。これはガードから投げ返す、剣との違いは竜が待てるっていうところですね、割と。
さあこれは昇竜で切り返してめくりに行く。いやー今の入れたかったが、もう一回真空が当たる。投げじゃない、下段。これは下段。はい、ということで、ナイス。ということで、はい、そうですね、順番が分かんなくなっちゃうんで、ムーさんがやってたやつっていうのは、あの開幕ファイヤー打って竜に開幕飛ばれるやつです。はい、さあさあダルシム倒したんで波動拳、さあうまい波動拳投げて、これはアッパーで対空悪くない、飛んで、これは対空がない、チュンリーは対空がないぞ。これはくぐってダヤシ嘘だろ。さあダヤシほぼ勝ちですね。波動拳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 、これは波動拳で対空。クラスさんやるの？やんないの？やんないんだ。さあ昇竜割って、さあ超キックから、これは昇竜切り返す、めくりにはいかない。これは対空が間に合わない、昇竜暴れている。波動拳から飛ばれて投げが受け身がない、昇竜が当たる。うわー強い、死ぬー昇竜。はい、ということで、いろはさんがなんか DJ をね練習してるということで、さあこれは刺さる。先ほど加藤さんの DJ には勝ってましたが、なんか出てる、悪くない気がする。さあゲージを貯めて、ゲージを貯めて、どこで飛んでくるか分かんないですからね。さあ下段、エアスラ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 、飛んでドンピシャで刺さる。さあこれは安全に対空、飛びが刺さるが、これは大足、大キック一発で済むところ。飛びが刺さらない、昇竜がちょっと出てないけど、まあまあ大怪我にはなってないんで、飛びが噛み合ってゼロドット真空使う。ちょっと違うか、死んでしまうのか、しまわない、優しさ。これは昇竜今度こそ出るぞ。エアスラから始まって、エアスラ回転率で押していく。大船さんは言っていたそうです、エアスラの削りだけで勝てるんだと。エアスラこれは必要経費でしょう、押して画面を押していく。エアスラエアスラ総裁してゲージが溜まったのは竜、 DJ と比べて。さあ使っていく、とりあえず削りが5回保証された。
これはゲージがあるんでね、危ない。めくりガード投げる、受け身取って、さあカウンターの前と言わるくはなかった、スライディングにファイヤー、これ2段昇格ですか。福山さん、はい、じゃあ根本さん、福山さん2段ですね、これでね。はい、これは分からん。下げダウン、そして刺さる。さあ、さあこれはスライディングの出際にファイヤーが刺さって、勝利はガードして、お、うわーっと大丈夫、さあこれは相打ち、まあ、一応なんか用意してあるルールとしてはサブキャラの人に負けてもポイント減らないとかは考えてあるんですけど、はい、そうですね、さあ下段がしっかり入って、もう息ができない、はい、どうぞ、さあこれはとにかく、まあこれ、まあ、今ホンダがいないからいいですけどね、ホンダとかがいるともっと大変ですね。スタートボタンは効かない、そんなことがある。あれはね、ダメでした。ちょっと不具合が分かったんで、あの不具合があったんで、ちょっともう信用できないんでやめようってことになりました。はい。そう、信用できない、あれはもう。やっぱ1週間とかでさっと作ると良くないですよ。はい。はい。ん？これがはまあ今配信してるんで。ああまあまあ、録画化に関してはまあ配信のアーカイブを録画できるんで、まあそれでもいいかなとは思ってます。はい、編集はする、コーナーになったらやる予定。はいはい、というようなので、モノ戦あたり、まあ数字で言うと8、9、10段そうですね、モノ戦はやろうかなと。はい、さあ、まあ結構モノ戦は、まあモノとかの人数自体は多分結構増えるかなとは思ってます。6から5には落ちます。はい、6からはマイナスになっちゃうんで。はいはい、あーっと、これはうまいですね、さっきから加藤さんブランカに対して空対空やってってますね。さあ中盤痛い痛い、
さあこれは避けて避けて投げるが、まだこれは DJ としては安心。いやきつい、どうする、避けて投げが化ける、これは大パン。さあでは、じゃあはい、福山さんお願いします。福山さんが入りましたね。はい、あ、じゃあ TZW さんが参加で、はい、じゃあそうですね、あの、そうですね、あの、いや、島さんの後ろで、そう、島さんの後ろで、はい、ちょっとあの順番でちょっとやってもらってるんで、そうそうです、50円1回で乱入していく感じで、はい、ようやくでも昔難易戦やってただろう方が来てくれたんで、そうない、初めて、あれ前来たことなかったでしたっけ、ないんですね、はい、さあ投げ返す、あとエアスラの暴発でマシンガンがちょっと出ているシーンは目立つが、大怪我にはなってない、あとめくりが竜巻で暴れたところ、シンク、じゃ DJ の投げはね、竜巻には強いですね。波動拳押し込んで画面端をどれだけ、ここでどれだけダメージを取れるか、逃してしまう、まあまあ画面端は継続している、飛びが刺さって、さあダメージ相当取った、これは真空使って投げる、福山さんが勝利、はい、じゃあ大和さんそこで、はい、まあ結構あります、いや本当、いや本当、あのおさあ切り返して竜巻が見えない、さあこれは刺さってしまう、ゲージがお互いあるのでわからない、下がってこれはガード、バックジャンプで仕切り直してから真空、下げダウン、さあこれは刺さって、さあこれもファイヤーで切り返される、あー減る、死ぬ、死にましたね、飛びが刺さるが大昇竜、まあ結構ねチュンリーに竜巻のめくりはそんなにって感じですね。さあ勝利暴発から真空、いやードット切り返して分かんない、投げたら死ぬぞ、勝利、福山さん3段に昇格リーチということで、さあさあ下段が刺さる、バンバンバンと、さあ下段は開けてはいけない、
ネモさんが強くて昇竜はガードしている。さあ切り返す、ファイアーハードの出際がね下がるんで今の昇竜が当たんなかったですね。さあ刺さって、はい、ということでどうする下段。さあ同剣倉橋さんもやるあーっとまだ刻む真空がある下段ここは中パン使える。中パンさあねちっこくやってくるネモさんを信頼してずっと離さなかったですね。刺さる昇竜で切り返してさあうまい飛びが刺さるがこれはちょっと遠い。福山さんどうなの冷静。ネモさんがどっかで狙っている超キックから上が出ない。投げられてこれは真空を警戒している。さあ体力がない下段刺さって今の飛びさあ削りきれない。ネモさんまあカウント10秒15秒ぐらいからもうこの展開をね作ってましたね。ゲームメイクラウンド1ファイト唯一のチャンスはカウント6ぐらいの前飛びだった。さあ今日はね DJ がなんと2人もいるんでねなんか一部キャラには辛い戦いとなっています。上から投げてさあこれは投げられる。ネモさん対策が光ってますね。さあこれは下段が空いていた。体力リードをした後が大事。下段刺さる。さあこれは下段が空いて表からチューチュー。ピオルまだピオリポイントが継続していた。さあしかしこれはドンピシャで下段。ネモさん結構勝ってるんじゃないの。3段リーチなんだけど倉橋さんが竜ですね多分ね。最悪です。最悪ですね。さあ倉橋さんが初段ゼロです。倉橋さんも最初からやってもらいます。あーっと危ない。さあしかしこれね結構スピードが速いんで久しぶりだと大変なのかと思いきやいやいいですね。飛びからうまい中パンで落として読んでいる。チューチュー埋めに行った。さあ埋めに行きましたね。さあちょっと下がっていい間合いをキープしているが飛びが刺さる。暴れない倉橋。ネモブランカがダメージ詰めてはいるがまだまだ冷静。倉橋流これは当然上が出る。これはシンク使っていった画面を押していってまた下がる。さあ誘っている倉橋が早く来いと。さあいい昇竜だったがこれはかわして裏に回って。じゃあネモさん3段に行ったということで
はい、まあちょっと本当はい、はい、まあ、本来は1から5段戦ということでやってるんですけど、ちょっと人数がちょっとあまりに多いんで一旦3段で分けるという形で今やってます。はい、じゃあ、ジマさんでいいんですかね。はい、プライスさん誰の後ろになるんですか。順番は負けた順に並んでるんですよ今。一応もう管理できないんで一応並んでます、一応並んでます、すいません。さあ、A4 さんになんかいじめられてるらしい島さん、いいですね。ソニックでどっかでこじ開けに行きたい。ガードが硬いぞ。さあ食らう。さあこれはスタブ寄りそうだがまだガードしている。ちょっと DJ、 さあ体力リードを奪われて下段、これはしっかりガードゼロからしっかりサマーで投げだけはさせない。さあかなりいい動きをしているソニック、これはガードでよしか。さあスタブにマシンガン、いやまあやはり一発があるので怖いですね。さあソニック、ソニックさあ刺さって中足にエアスラが刺さってしまう。こうなるとガイルも攻めなければいけない。さあスタブにまたしてもスライディング下がってソニック、ソニック、ソニック、ソニックのいいところはエアスラより隙が短い。さあ刺さる。さあ下段こっからめくり、さあさあまたしてもブランカとにかくつらいということで、投げて、さあこれは上が通る。ゲーダン、さあ画面端引きこもってるけど下段からこれはピヨってコンボができる。さあクライスさんもね、クライスさんサクッと上がってください。はい、ということでさあ下段、先ほどはブランカで負けてしまった倉橋さんですが、さあうまい空対空、波動拳飛びがささったがローリングまではいかない。カウンターで前飛び、
下段が刺さって真空だった。さあさあ、あ、ちょっとじゃあこっち、ちょっとこっちの方に、すいません、はい、すいません。さあこれは裏に行ったが勝利で切り返される。一旦下がる、ゲージを貯める。いやこれはしっかり、さあ大ダメージは食らっていないのでどこかで切り返したい。これは投げる。さあレバー中パンチ埋めるのは結構ね、有利フレームがかなり取れるんで強い動きではある。さあフラッシュリュー押していく波動拳、投げが通って、しかしこれは想定内か。上は通さない。これはステップから投げてカウンターで、さあこれはガード、勝利を透かしているが下段。さあハッピーエンドブランカ追い詰めている。飛びが刺さる。さあ TZW さん、はい、まあ、本日何回も言ってますけど、一旦ちょっと参加人数の関係で3段で区切ってるんで、これで、ハッピーエンドさんが3段に上がるとそっちの3段から5段線に移動ということになります。さあこれはしかし TZW さんが、さあこれはムエタイ、結構ブランカ戦はガエルの腕の見せ所のような気はする。さあうまい、ムエタイで相打ち。これは大キックで空対空落として投げられない。ソニックガードから上、これはスラストラ対空、うまいぞ。ダブルが当たらない、カス当たり。裏にとりあえず行ってうまい、ステップは止めて、しかしこうなるとブランカも相打ちでいいといったところで対空は投げ。さあ昇段リーチだったんですが惜しくも下がってしまう。まあ、TZW さんとにかく有名人ですからね、X 動画好きな人はみんな知ってると思いますよ。さあ下段、投げが隠っていたか。ソニックこれはアッパー、サマーで切り返す、表だった、投げるアッパー減る、ソニック追い詰めている、中足の方が減る。いや分かんなくなってきた。ちょっと勝ってるのは TZW さん、いや1ドット勝ってた。この1ドットのリードが心の余裕を生み、心の焦りを生む。さあソニック勝っているのは TZW さん。さあサマーが去っていた、あーっとうまい、ありがたや。ガエルにはコパン3発入るんですね。さあいいコンボが見れました。
TZW さんはこれは2段リーチかな。とりあえず、本日のルール1回 段が1回5段までは上がっちゃえば下がんないんで、頑張るっていうのが大事ですね。さあめくりに行く、投げ返される。アゼリアさんのガイル、さあこの体力差はガエルガエル取り返すのはかなり厳しい、かなり厳しいぞ。さあ血足、アゼさんが何もしない。あーっと刺さった、下段。さあ投げ返しを入れてしまった。さあ裏剣、ソニックに対して裏剣。さあソバット、いいヘリソバット。さあこのソニックと通常技が相打ちになった時はだいたい通常技の方がちょっと減るんで、そういう細かい計算が必要。さあソニック、ソニック、さあ中足刺さる、これは痛い。中足一発が致命傷だ。さあ中足、アゼリアさんが何もしない。さあこれは当たらない。開幕ぐらいの距離であればソニックにサマーが刺さるんですが、さあソニック中足刺さったのは、さあ一方的に潰された、これは痛い。TZW ペース。さあソニック、ソニック、ソニック押してはいる。アゼリアが丁寧に押してはいるが、さあソニック、ソニック、ソニック、負けている方はソニック最速で打たないといけないのに、負けてる方は気持ち遅くても大丈夫、ミスらないことが大事。さあ大足、さあしかし中足、前ステップに中足。 TZW さんでもこれ2段にはなったんじゃないですかね。さあ倉橋さん今日来てからブランカとしか当たってないんですけど、さあということで、しかしガエル戦は体が覚えているのではないだろうか。アッパー、あの距離は竜の台足がとにかく強い。画面端追い詰めた、投げる、うまい、くぐって大パン。ソニック打っていく、意志力刺さる。中キックから、ジャンプ中キックからだったんですけど蓄積があったんで寄りましたね。さあサマー表から行って繋がらないが画面端。さあこれは竜巻で切り返して、アントビしっかりしている、アントビしっかり画面端一気に追い込まれている。さあ一旦下がる、形を作ってまたしても波動ストリーム。昇竜は当たらないが、さあこれはチューチュー振ってから誘っての真空、体力リードしていって、ここは踏み込んだところに中足合わせていった。開幕はソニックから押しているのは TZW、しかし追い払うソニック、波動拳無理はしない、竜巻は合わさられない、大足とにかく強い。これは空対空を選択、ソニックが1回出なかったのがちょっと痛い。歩いていく、今のもちょっと怖い、真空を使っていく。さあ投げる、影縫いをしてから投げる。さあもうこれは倉橋さんも逆転のシナリオを頭で作っているはず。台足から波動拳、さあ体力が怪しくなってくる、真空で波動拳下がる、これが倉橋だ、下がった。
結構コンクラブみたいなところがありますからね。さあ向こうは盛り上がっているようだ。なんか参加される方いたらこっちに来ていただければ。ということで、これマイクで喋ってないで新しく来る人向けの説明をする人になった方がいいんじゃないかっていう予感はあります。はい、さあ、ヤスラ。さあ、画面は上位コンだ。これ辛いぞ。ジャンプ一発は通るが、こっからが長い。さあ、ダヤシ。真空が合わさる。波動ストリーム。きつい。小波動がとにかくきついぞ。これは波動対空。フラハチ2連勝。そろそろエンジンかかってきたかな。さあ、しかしチュンリー、キャラを信じてやってほしい。波動拳波動下がって、これはうまい。ずらして波動下がる下がる。ゲージが溜まった。投げて波動拳。さあ、テンションで切り返した。竜巻で切り返す。うまい。背中蹴りはしっかり対処して真空コマンドを入れといて、動きを見てからボタンを押した感じ。波動から、さあこれは踏んでしまう。昇竜最大めくりから、さあもう体力がない。さあ倉橋3連勝で2段ですね、これね。はい、福山さんどうぞ。はい、じゃあちょっといい感じにこう並びにね、こっちに来てもらってね。はい、すいませんね。はいはい。さあ、福山さん、これ今、2段プラス1だと思うので、タイパンで対空。さあ、鈴鹿さんに勝ったり、いい働きをしている流々はちょっとわからないので、やりに行く感じで頑張ってほしい。真空お互い溜まった。投げる。真空のプレッシャーを使っているのは倉橋。使っていった。さあ、これはこの間に福山なんとかしたい。さあ、これは昇竜待っていたが波動拳だった。さあ、使って、まだ暴れない倉橋。昇竜、これは弱波動だった。さあ、開幕カード打っていく。負けない気持ちが大事。さあ、下がって竜巻、それは踏んでしまう。さあ、一気にゲージが溜まる。これはうまく避けた、うまく避けたが、昇竜昇竜やっていきますね、倉橋さん。なあ、やった倉橋さん、これやりに行くやつだな。さあ、ね、さあ
まあ、倉橋さん、はい、結構ね動画とかに、まあ、今出るときも強い人としか有名な強い人とばっかりこうやってるんで、お、ここはなるほどレバー大キック、近距離大キックですか、なるほど、あれもつながるんですね。画面端のソニックは裏剣か台足っていう固定概念だったんですけど、アッパーで対空からこれは台足にソニック刺さって、さあ TZW 押している、これは食らって食らいサマー、食らいダブルサマー。さあ、みはるさんですね。みはるさんも前回の団員戦やってた時っていなかったのかな。さあ今のところこう昔の団員戦を経験してる人がシュウさんと倉橋さんぐらいしかいないんですけど、そうですね、倉橋さんもシュウさんも、さあ投げる、投げに行った、痛い、さあうまいぞ、これはやばい、投げる、知らない、さあこうなるとでももう分かんないですよ、これはとりあえず使って逃げる、これはジャンプ中キック相打ちできないぞ、サマー、ソニックサマー溜まっていた、これはアッパー相打ち、コパンで今のはダブル2の突進を止めた感じ、さあいいぞ、いい画面8だ、おっとおっと、ここはサイコでカバー、さあソニック、これは相打ち、さあ三原さん結構ね、あうまい、すかした、さあミドルでうまく押してはいるんですが、さあ踏んでサマーは止まる、しっかり溜めていった、これはソニック、さあこれは TZW さんリーチじゃないですか、リーチですね、3段昇格リーチとプラス2段プラス2ですね今ね。さあヒデさんが6段に上がったということで、まあ、一旦待ちになってますね。ヒデさん一番乗りですか、一番乗りですね、投げる、まあでもここからね、6段戦でマイナス3叩いちゃうと5段にまた逆戻りなんで頑張ってもらいたいですね。さあ下段 TZW さんも頑張っている、さあ高めとりあえずガード、さあこの画面端大事にしていきたい、さあちょっと今の安ら出なかった、これはね梅原さんが言ってたらしいんですけど、波動拳一発出ないだけでも一気にこう状況は変わってしまう、すごく難しいということをおっしゃってたそうです。めくりに行く、あー危ないさあ画面味はとにかくきつい、きついですね、もうさあ中足を潰すタクが欲しい、ゼロドットの DJ、 さあこれはサマー、じゃあ TZW さんが3段なので一旦じゃあ区切りで、はい、じゃあこれリセットしますね、ちょっと待ってくださいね、はい、
はい、じゃあなんか、はい、1から3段の人ちょっとこっちの方にね、はい、お願いしますね。1から3段の人ね、こっちの方にね、はい、お願いしますね。はい、はい、すいません。さあ、残儀ステージになった。今日は残儀がいないんでこのままですね。はい、いや、いいです、いいですさあ、これは投げられている、飛んで波動拳、うまい、真空がお互いある。これは投げに行ったところに真空、さあ踏み込みが鋭い、さあいい竜巻だ。波動拳、これは昇竜でしっかりゲージの回収を優先している倉橋流。めくりが当たらなかったが、さあゲージを貯めたのは倉橋。投げて踏み込み、うわー、うまい、相手の踏み込みに合わせた。はい、お願いします。さあ、これは さあ、うまく、早いですねさあ、倉橋さん、これは例年、これは往年のこれは処理モードに入りましたね。さあ、しかしアゼリアさんもありますよ。さあ、食らうピオリーチ、これは無理にはいかない。さあ、ドンピシャードンピシャー。さあ、昇竜、画面端に追い込んでいる昇竜打つ。さあ、倉橋さん、これはやっていくスタイルになったかいよさあ、これは、はい、じゃあ倉橋さんが、はい、倉橋さんがさっさと上がるためのプレーという感じで上がっていきましたね。はい、はい、はい、ということでね、やってますけどもね、さっきね、こう告知ツイートしたけど間違って配信先の URL 貼ってなかったからもう一回貼り直しました。はい、あ、いや、大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。こう、なんかやっぱ第2戦やってる間ってこう気持ちが途切れちゃうと良くないんで、はい、こう一プレイヤーとしてね、今日は全うしていただきたい。さあ、勝利で割る、投げる、さあ、そろそろね、ずっと参加してくださってる皆さんは流れが分かってきたと思うのでいい感じにやってもらいたい。さあ、
波動拳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 これは踏む画面端食らって真空まで入れ込むファイヤーアントミ高くないからさあこれはうちただいま福山さんが2段プラス1かな。はいはいはい、なるほど。2人目6段シュウさんとということで、今ただいまね配信してるのは1から3段の、戦いということで、初段から3段の人たちが今、やっているのを今配信しているところです。福山さんが多分2段のプラス1かな。はい、ルールとしては、1段から5段に関しては、マイナスを0からね、0以下にはポイントがならないので、降段しないということになってます。でプラス3を取れば昇格できるので、さあ、まあ、最悪でも2連勝はしないと、昇段はできないということになっております。昇竜さあ波動拳結構団員戦は結構独特なこう勝ち方というか流れの掴み方が要求されるんですけども、谷原さんこれで福山さんはプラス2じゃないですか。2段の3段のね、2段プラス2なんで次勝ったら、はい、えならないよ。あ、いや、ねマイナスはつくけど0には0以下にはならないっていう、そうそうそう、ごめん。さあこれは、まあ、結構ねこう昇段リーチの緊張感みたいのも、まあ、団位戦のいいところなんで踏む。飛ぶ波動拳からこれはつながらない。福山まだ生きてる。さあそうですね、さあただいま今これ配信は1から3段をやっているところですが、さあ福山さん下がってしまう。さあこちらから確認すると動画が、結構カクカクなんだけど、これはちょっとよくわからない。本当にこの台でちょっとこのパソコンから確認すると動画が割とカクってるんだけど、これは後日ニコ動に高段位戦に関しては後でアップされるそうです。はいはい、今ね6段まで上がってる人がヒデさんとシュウさんと鈴鹿さんということで、そのうち多分この配信台に6段戦が映るのかな、多分、はい、映る予定です。はい、今はこれ1段から3段という形でやってます。今ちょっと人数の関係で1段3段でまとめて、3段から5段というこの2つの区分けでやっております。はい、
はい、ということでちょっとスタッフの方も団員戦久しぶりすぎてちょっといい感じにできてないんですけど、ご了承ください。あーっと当たらない。ベガのミドルキック、隙が少ないですね。さあこれは今のしゃがみ大パン対空は非常に良かったですね。富山さん、はい、さあもうこれ1から3段も割となんかすっきりしてきたような気がするんで、まあそうですね、はい、やりましょうかこっちで。はい、でもう1から5でまとめちゃってもいいような気がします。そうなったら、はいはい、もう予定通りで、はい、これは下がる、投げる。さあ今日コミティアなんですけど、福山さん大丈夫なんですか。三春さんがのらりくらり、ゲージが溜まってしまう。怪しい。下がってミドル竜巻で切り返す。今のは難しい。ピオラナイが中断